見たことないところに来てしまったニャス。ここはどこニャス？いい人はどこに行ったニャス？お、あそこに誰かいるニャス。あの人に聞いてみるニャス。おーい、そこの赤い人。私？そうニャス。赤い人、いい人を知らにゃいニャスか？何を言っているのか分かりかねます。あなたは何者です？タオカカニャス。赤い人はなんて名前ニャスか？赤い人ではありません。私は統制機構の椿弥生注意です。うんうん、赤い人は椿って言うニャスね。あなた、その耳、その尻尾、カカ族のものですね。おお、タオたちのこと知ってるニャスか？赤い人、物知りニャスね。それほどでも。そうニャ、もしかして赤い人ならいい人がどこに行ったか知ってるニャスか？いい人？いい人とは誰のことですか？ラグニャニャス。ラグニャ、まさかラグナザ・グラッドエッジのことでは？そうニャ、そのラグニャ・ディアブラロエッジニャス。タオはそのいい人を追ってきたニャス。ラグナを追って？あなたはラグナの仲間なのですか？ニャカンマ、ニャーニャー。いい人とタオは一緒にご飯を食べたり、お昼寝したり、一緒にご飯を食べるニャカンニャス。つまりは仲間ということですね。わかりました。では。おにゃ、どうしたにゃ、赤い人、目が怖いにゃすよ。お黙りなさい、カカ族の者よ。ここであなたを見逃すわけにはいきません。なんだ、タオと遊んでくれるにゃすか？それにゃらタオも張り切って遊ぶにゃ。The wheel of fate is turning. Rebel 1. Action! Encounter Rachel! Encounter! Counter! どうの勝ちニャス。ああ、楽しかったニャス。おといけにゃい。強くなることも忘れてにゃいニャスよ。タオはもっともっと強くなるニャス。あなた、もしかしてラグナを倒すつもりなの？ラグニャ、あにゃ、すっかりいい人のことを忘れていたニャス。タオはいい人を探していたんだったニャス。というわけで、さらばニャス赤い人。え、言ってしまったわと思ったけど、一個忘れ物ニャス。な、何？はい、ニャス。な、何をしているんですか？うむう、見た目よりないニャスね。かもなく不可もなく、いわゆる普通ニャス。なんですって？満足したニャス。もう一回、さらばニャス。なんて失礼なのかしら。普通だなんて、普通、普通なのかしら。またまた見慣れないところに来たニャス。どこに行ったニャスか、いい人。ニャンとラッキーニャス、ナイスタミーケニャス。どうしたニャス？ない人。にゃんだか顔色が悪いニャス。熱でもあるニャスか？どれ、測るニャス。
ああ、すみませんが、触らないでもらえます？緑の人！おや、覚えていてくれたんですか。胸クソ悪いですね。にゃんでない人を隠すにゃ。猫臭いのが映ったら嫌だからですよ。青は猫臭くないにゃ。にゃんにゃんと鬱陶しいですね。本当にうざいですが、まあこれも何かの縁です。猫の中でもあなたはまだマシな方でしょうから、少しお付き合いくださいますか。にゃんの話にゃ。ライフリンクのテストとでも言っておきましょうか。The will of fate is turning. Rebel 1. Action! Counter!まだ本調子ではなかったようですね。レプリカごときに手こずるとは。なんだかどんどん強くなってる気がするんです。はしゃがないでください、見苦しい。こっちは猫なんて見たくもないんですよ。それにあなたはもう用なしなんですから、おとなしく死んでください。そこまでだ。十兵衛、猫の人。ち、これだから鼻の利く猫は嫌いなんですよ。待つにゃ。タオカか、奴を追え。俺はまだここでやることがある。わかったにゃ。タオに任せ。出てこい。そこにいるのは分かっている。さすが十兵衛か。いつから気づいていた。そんだけの狂気をまとっていれば誰だって気づくさ。ふん。人形師レリウス・クローバーか。何をしに来た。今は狭間の邪魔をされては困るのでな。お前も、狭間、いや、テルミも、そしてノエルもこのまま放っておくわけにはいかん。やはり何を言っても理解できんバカばかりだ。だから我々は、この第十三階層都市、カグツチに来たのだ。我々？まさか。そうだ。すでにあの方もいらしている。貴様、なんということを。そう怒るな。あれから受けた傷はまだ癒えていないのだろう。あれも貴様の仕掛けか。さすが地上最強生物、良い陶器だ。しかしそんな状態で私に勝てるかな。イグニス、出ろ。緑の人とない人、どこに行ったにゃ。
大きなマイニャス。まさかここにたどり着くとは。これも確率事象ですか。めんどくさいですね。いい人もそこにいるニャスね。ええ、ちょっとうるさかったので静かにしてもらいましたが。いい人をやっつけるニャンって、さては緑の人は悪い人ニャスね。さあどうでしょう。タオの魂がググッと疼くニャス。この感覚はみんなを不幸にする力ニャス。みんなを不幸にするのはタオが許さないニャス。タオはみんなを幸せにするために戦うニャス。はっはっはっは。猫が何に気がってるんですか。でもまあいいでしょう。実は少々退屈していたんです。まだ時間がかかるようですし、少し相手をしてあげましょう。第666高速機関解放、次元干渉虚数法陣展開。見せてあげますよ、青の力を。ブレイブル起動。ぶっ殺してやんよ、クソ猫が。The wheel of fate is turning. Rebel One, action. ついてこれる。あっ、バティアコ。おお。もっと。おお。おお。もっと。おお。もっと。なんだこれ。おお。おお。バティアコだ。おお。おお。聞かねえ。バケが。出にゃいにゃす。悔しいにゃす。タオは強くなって村を守る戦士ににゃるのに。お前まだ喋れんのか。さすが猫の野郎の遺伝子だな。しぶとい上にダッサいぜ。緑の人は怖い人になったにゃ。怖い人？お前の本能がそう言ってんのか。けどその本能も消えそうだな、おい。つうかもうすぐ死ぬんだから黙ってる。タオカか。うぜえぞこの猫股が。無事か。にゃあ、タオはまだやれるにゃ。無理をするな、タオカか。悔しいがここは引こう。あとは彼らに任せるのだ。
タオどうなったニャス？タオ姉ちゃんボロボロで帰ってきたんだよ。ボロボロのぐちゃぐちゃ。そうニャス、タオは緑の人にボコボコにされたニャス。ジョロ、タオ強くないニャス。村を守れないニャスか？タオカか。そうじゃにゃいニャス。トラカか。タオは強い。しかし、それは一人でいる時の話ニャス。カカ族の戦士には、誰かを守れる強さがにゃければいけないニャス。誰かを守れる強さニャスか。そのためには、相手の力を見抜くことが大事ニャス。そして、時には守るために戦わないという選択をするのも強さニャス。難しいニャス。猫の人、どうすればタオは本当に強くにゃれるニャスか？世界を見て回るしかないだろうな。でも、タオは村が心配ニャス。大丈夫じゃ、タオ。タオが一人前の戦士になって帰ってくるまで、トラカカに村の警護を頼むとしよう。任せるニャス。旅に出るならば、もう一つ、タオカカに頼みがある。ニャンニャスか？ラグナを見つけ、奴の世話をしてはくれんか。いい人の？ああ。ああ見えて、一人じゃ何もできん男だからな。ブッ、そうニャンニャス。いい人、ダメニャスね。頼んだぞ、タオカカ。猫の人の頼みなら仕方ないニャスね。タオ、いい人を追って旅に出るニャス。タオ姉ちゃんまたどっか行くの？やだよ、どこにも行かないで。新しいお昼寝スポット見つけたんだよ。そこで一緒にお昼寝しよう。おう、それはいいニュースね。でしょでしょ。でも今はやめておくニュース。なんで？今お昼寝したら、明日そのお昼寝スポットに悪いやつが来ても負けてしまうかもしれないニュース。でも旅に出てもっともっと強くなって戻ってきたら、いつどんにゃ悪いやつが来てもドガーンとやっつけられるニュース。そしたらそこはずっと最高のお昼寝スポットのままニュース。そんでもってタオがどんどん悪いやつをやっつけて、村が平和なまんまだったら、もっといっぱいお昼寝スポットを見つけられるニュースよ。そのアイデアどうニュース？すごーい、タオ姉ちゃんすごーい。それじゃあタオは出発するニュース。みんな元気でいるニュースよ。バニャニャ。